卒業。2006年にテレビ新潟へ入社。入社直後の2006年4月10日から夕方ワイド新潟一番に出演。2013年10月3日の情報ライブミヤネやにて2 0ラムのダイエットを公約した。また入社当時より2 0ラム太ったとも発言。趣味はクラシックバレエ。特技はピアノ。 モロハシは大の韓国好きで何度も訪れるほどである。韓国へ行った際の出来事で連日、韓国人に間違われてしまい、話しかけられてしまった。自分のことをペッキーと呼んでおり、ブログ、モロハシ緑の近況報告では、いつも XXX ペッキー XXX で終えているから、ペッキー。2013年10月3日にミヤネ屋に出演した際、 番組内で持ち上がったダイエット企画をするか否かを尋ねられ、諸橋はやります。諸橋緑、戻ります。元に都市庁舎に向けて宣言し、マイナス2 0ラムの減量を公約したダイエット企画がスタート。ありがとうございます。